ヤンビリーメクによる19世紀の肖像画イジース、クンシュタート・アポジェブラトは、ボヘミア王。1945年に、旧チェコスロバキアで発行されたセンポルナ紙幣に、肖像が使用されていた。イジーは、ボヘミアの貴族ビクトリンス・クンシュタート・アポジェブラトの、息子として生まれた。父は、フス戦争を起こしたフス派のうち、恩賢派であるウトラキストの指導者の一人だった。 14歳の時、イジーは、フスハナイの求進派である、ターボル派の没落を招いたリパニーの戦いに参加した。成人したイジーはフス派の指導者の一人として、神聖ローマ皇帝、ジギスムントから、ボヘミア、ハンガリー、ローマ王位を引き継いだムコのアルブレヒト2世の率いる、オーストリアの軍勢に勝利した。イジーはすぐに、フスハナイで頭角を現し、 プタテクス・ピルクシュテインの死後はその統領となった。アルブレヒト2世の後を継いだ息子、ラディスラウス・ポストムスの知性、ボヘミア国内は、オルジフ2世、ズ・ロジュンベルカ率いるローマ中世派と、イジー率いるフス派とに二分された状態だった。和解の試みが何度もなされた後、イジーは、軍事的解決しかないと考えた。そこでフス派の画像であり、自らの一族が、 先祖代々本拠とするリティツェの城のある、ボヘミア北東部で、徐々に武装した軍隊を組織していった。1448年、イジーは旧戦の強兵からなる自軍をクトナーホラから、首都、プラハまで進軍させ、ほぼ何の抵抗も受けずに首都を掌握した。結局内戦が勃発したものの、イジーはうまく、ローマ中世派の貴族たちを敗北に追い込んだ。 1451年、幼いラディスラウス・ポストゥムスの後見人を務める皇帝フリードリヒ3世は、イジーに、ボヘミアの行政権を一任することを決めた。同年、プラハで召集された議会はイジーに、摂政の地位を差し出した。フス派のローマ中世派との戦いは、絶え間なく続いていた。1453年に退官し、 ボヘミア貴族の古来の特権と統治契約に同意した若い国王、ラディスラウスが、親、ローマ的な態度を示すようになると、摂政イジーは微妙な立場に立たされた。1457年に、ラディスラウスが急死すると、イジーによる毒殺が噂された。1458年2月27日、ボヘミアの身分議会は、満場一致でイジーを国王に選出した。 強硬派の大議員さえ、彼の恩恵な政策を評価したり、外国人の支配者を嫌う民衆の感情を考慮するなどして、イジーに投票した。彼は、プラハ協定に基づいて恩恵な統治方針を取ろうと、努めた。新王は一部のカトリックの支持を得たが、イジーに敵意を示す強硬ビウス2世とは争わねば、ならなかった。強硬は、 ポジェブラト家のボヘミア統治にとって最も深刻な障害物の一つだった。教皇はプラハ協定の無効を宣言し、イジーにも無効を認めさせようとした。イジーは教皇の要求を拒んだものの、二日撃破を弾圧することで教皇庁の指示を得ようと努めた。イジーは現在でいうヨーロッパ連合のような統一体を結成するという急進的な 提案によって、ローマと和解しようとした。当時のキリスト教世界の全ての権力による、同盟の締結を提案したのである。この構想によれば、まず、ドイツ、フランス、イタリアの主権者とそれらの国の諸侯が、この連合を結成し、その後に、スペイン諸国などが加わっていくというシナリオが、組まれていた。そして加盟国は、 完全に平和的な方法でしか紛争を解決しないことを誓うのである。共通の議会、共通の各種機関、統一の気象も創設される。イジーは、この連合体はあくまで、キリスト教的性格のもので、1453年に、コンスタンティノープルを占領した、おぞましい、トルコ人の侵略を押しとどめるための構想だとした。国王は、 自分の理想を普及するため、レオズ・ロジュミタルに、総案段階の連合条約を持たせて、ヨーロッパ諸国の宮廷を回らせた。イジーは、この連合条約は1464年には、発行できるだろうと考えていた。しかし、結局この構想は夢に終わった。ローマと和解するために続けていた、イジーの努力はすべて水泡に返した。1464年、 ボヘミア十字軍を構想していた教皇ピウス二世が亡くなり、パウルス二世が新教皇に選ばれた。イジーはパウルス二世と和平交渉に入ろうとしたが、新教皇も前任者と同じくらい自分を敵視していることを思い知らされただけであった。加えて、イジーはローマ中世派の貴族を敵に回してしまった。 ローマ中世派は1465年11月28日にゼレナー・ホラに結集し、不平不満をぶちまけて、反国王連盟を結成した。この連盟は結成当初から強皇パウルス2世の指示を受けていた。1466年12月23日、パウルス2世はついにイジーを破門して、ボヘミア王の敗を宣言、維持に、 中誠の誓いを捧げたすべての親民に対し、ボヘミア王冠への忠誠義務を解除するとした。かつて、イジーの同盟者だった皇帝フリードリヒ3世、ハンガリー王マーチャーシュ1世は、ボヘミア貴族の反乱に加勢した。マーチャーシュ1世は、モラビアの大部分を征服し、1469年5月3日には、 モラビアの主座大司教座が置かれているオロモーツにおいて強硬派の貴族たちによってボヘミア王に選出された。イジーはマーチャー主一世に勝利したが自分の支持者たちの反対にあいながらも1470年にはハンガリー王と急戦協定を結んだ。翌1471年3月22日に没し、彼の支持者たちは ポーランド王カジュミエシュ四世の長男でラディスラウスの、老いにあたるブワディスワフを次の国王に選び、マーチャーシュ一世との戦いを継続させた。1441年、クンフタゼ、シュテルンベルカと最初の結婚をし、6人の子上を設けた。ボチェク・ビクトリン帝国諸公、ミュンスター・ベルク・公、オッパバ・公、グラーツ・ハク、バルボラ・インジン・フズ・リペート、諸根。 ヤンクジネツキーズロノバと再婚インジフミュンスターベルク、コー、オレシニツァコー、グラーツ博。カテジナス1461年、ハンガリー王マーチャーシュ1世と結婚ズデンカ1464年、ザクセンコーアルブレヒト3世と、結婚1450年、ヨハナズロジュミタールと再婚し、4人の子女を設けた。ヒネク帝国諸公。 ミュンスターベルク公、グラーツ博、ベジフアネシュカルドミラ1474年、レグニツァ公フリデリック一世と結婚。ありがとうございます。